スクーン宮殿に設置された、スクーンの石のレプリカ。位置は、北緯56度25分24.68秒、成形3度26分16.42秒、北緯56.4235222度成形3.4378944度、56.4235222-3.4378944。スクーンの石は、代々のスコットランド王が、 スクーンにおいてこの石の上で体幹式を挙げたとされる石であり、スコットランドを象徴する分解物の一つである。運命の石と呼ばれることも多い。石の寸法は6 6 0トル4 2 5トル2 7 0トル質量は約1 5 2ラムである。石の両サイドに運搬のための鉄輪がついている。伝承によれば、 この石は500年頃、スコット人、ファーガス・モー・マクエルクによって、アイルランドから持ち込まれたとされている。ファーガスは、近代ア半島付近に上陸し、ダルリア・ダ王国を建国、ファーガス一世となった。以来この石は、スコットランド王家の守護石とされた。846年に、ケネス一世が、オールバン王国の王を兼ねるようになると、 運命の石もダルリアダ王国の首都、ダンスタフニッジより新首都スクーンのスクーン宮殿に移された。これ以降、スクーンの石と呼ばれるようになる。スクーンの石がはめ込まれた、エドワード王の椅子を描いた1855年の絵画スクーンの石は、1296年にエドワード一世によってイングランドに戦利品として奪い去られた。その後この石は、 木製の椅子にはめ込まれ、ウェストミンスター寺院に置かれることになった。その後、このエドワード王の椅子は、大冠式に用いられるようになり、代々のイングランド王は、スコットランド王の象徴である、この石を尻に敷いて即位することになる。1950年のクリスマスの日、グラスゴー大学のスコットランド人、学生4名、ギャビン、バーノン、ケイマッセソン、 アラン・スチュワートがロンドンのウェストミンスター寺院からスクーンの石を撤去しスコットランドに持ち帰った。学生たちはスコットランドの完全自治を支持する団体スコットランドコベナント教会のメンバーでもあった。2008年にはこの事件は運命の石と題する映画になっている。スクーンの石はスコットランドの歴代君主が体漢時に使用した古代の石である。しかし、 スコットランド独立戦争中の1296年にエドワード一世によってスコットランドのパース近郊のスクーンから戦利品として持ち出されロンドンのウェストミンスター寺院内のエドワード王の椅子の座面の直下に取り付けられたその後のイギリス王たちはこの椅子と石に座って体感したそれはこの石がスコットランドの象徴とみなされていたことから イギリス王がこの石の上で体感することによって、自らをスコットランドの王と宣言し、スコットランドを支配することを示すためであった。1950年、グラスゴー大学の学生であったヤン・ハミルトンは、ロンドンのウェストミンスター寺院から、スクーンの石を撤去して、スコットランドに返還する計画を、ギャビン・バーノンに持ちかけた。この計画には、 グラスゴーの実業家であるロバート・グレイが資金を提供していた。バーノンは同じくグラスゴーの学生だったケイマセソンとアラン・スチュアートと共にこの計画に参加することにした。1950年12月、クリスマスの数日前に4人の学生はグラスゴーから2台のフォード・アングリアに分譲して18時間かけてロンドンまで運転していった。 ロンドンに到着した彼らは、ライオンズコーナーハウスで簡単な打ち合わせをし、ウェストミンスター寺院から石を撤去することを決めた。その日の午後、イアン・ハミルトンは、ウェストミンスター寺院の手押し者のもとに隠れていたが、寺院の扉が閉じられた後に、夜景に捕まった。しかしちょっと質問されただけで解放してもらえた。翌日、バーノンとスチュアートは、ウェストミンスター寺院に戻り、 夜景の巡回の交代について情報を得た。その夜、ハミルトンを除く三人の学生は、寺院内部に入り込み、目的の部屋である詩人の部屋への入り口までたどり着いた。エドワード一世の墓とエドワード王の椅子がある、礼拝堂にたどり着くと、三人は、周りの柵を引き倒した。椅子の下から、スクーンの石を取り出そうとすると、 石は床に崩れ落ち、その角が割れてしまった。つまり石は二つの破片に分かれてしまった。三人の学生は、ハミルトンのマッキントシュコートを床に敷いて、大きい方の破片を高い祭壇の階段から引きずり、下ろして、コートの上に乗せて引きずって動かした。ハミルトンは、小さい方の破片を外で待機していた自動車まで、運んだ。 イアン・ハミルトンは小さな方の破片を車のトランクに入れ、助手席に乗り込んだ。その際、ケイマセソンはガス灯のところに警官がいるのに気づいたので、ハミルトンとマセソンは車の中で恋人同士のふりをした。午前5時にもかかわらず、その警官は学生の車のところまで来て、車中の二人とジョークを交わしたりタバコをやり取りした。 その後、マセソンとハミルトンはビクトリアまで車を走らせ、ハミルトンは途中で降りてジーンまで歩いて戻った。彼がジーンに到着した時には、バーノンとスチュアートがいなかったので、ハミルトンは大きい方の石くれを一人でなんとか車に引きずり込んだ。彼が車を発車させると、そこにバーノンとスチュアートが車に向かって歩いてくるところであった。 車に乗せたい石が重すぎて車体が沈みすぎるので、警官に見破られることを恐れたバーノンは、ウォリックシャー州のラグビーへと向かった。ハミルトンとスチュワートは、ケント州へ車を走らせ、大きな型の石の破片を野原に隠して、スコットランドに戻った。マセソンは、小さい方の石を入れた車を、ミッドランドの友人に預け、バーノンと同様に列車で、スコットランドに戻った。 石が行方不明になったことを知った当局は、400年ぶりに、スコットランドとイングランドの国境を封鎖した。2週間後、ハミルトンと友人たちは2つの破片を回収し、グラス号へ持ってきた。彼らは、石膏の棟梁でもあったロバート・グレイに頼んで、2つに、割れた石を1つに合体してもらった。グレイは、真鍮の棒大小2つの石に差し込んで石を、合体した。 グレーはこの時、この石が神聖なものであることを示すために、石の中に紙切れを挿入した。グレーはその紙片に何を書いたかを誰にも明かすことなく1975年に死去した。このため紙片上の文言は今に至るまで不明のままである。1951年4月に警察への通報があり、アーブロース修道院の交際団跡で石が発見された。 石は1952年2月にウェストミンスター寺院に返還された。警察はスコットランド人の仕業とを見て捜査を行った。実行グループの4人全員が事情聴取を受け、イアン・ハミルトン以外の3名は自白した。当局はこの事件が政治問題化することを恐れて起訴しないこととした。この問題について議会で演説したハートリー賞クロス卿は 次のように述べている。ウェストミンスター寺院からの密かな石の撤去と寺院の申請性を明らかに無視した行為はイングランドとスコットランドの両方で大きな悲しみと侮辱を引き起こした破レンチな破壊行為だった。しかしながら公共の利益のために刑事手続きを取る必要はないと思っている。4人の学生はスコットランドでは英雄となった。イアン・ハミルトンは グラスゴーのパブではいつでもタダでビールが飲めたと10回している。1996年のセインとアンドリュー、エスデーにトニー・ブレア政権によりスクーンの石は1296年以来700年ぶりにスコットランドに返還された。石は詳細に調査、記録され、現在はエディンバラ城に安置されている。ただし、スクーンの石は 将来の英国王室の戴冠式の時には一時的にウェストミンスター寺院に戻されることになっている。石がもともとあったスクーン宮殿内のムートの丘に立っているスクーン寺院の正面には石のレプリカが置かれている。位置は北緯56度25分24.68秒、西形3度26分16.42秒。 北緯56.4235222度成形3.4378944度、56.4235222-3.4378944である。説明版には、ストーン・オブ・スコーン、A レプリカ・オブ・ザ・ストーン・アポン・ウィッチ・ザ、キングス・オブ・スコッツ・ワーク・ラウンド・オン、ムート、ヒル・アンティル1296円・エドワード・アイ、 トゥックザストーンツーウェストミンスター・アビーと記されている。スクーンの石は、エディンバラ城から2024年に開館予定のパースの博物館に移され、最重要ものとして展示されることになっている。この石には、聖地パレスチナにあって、聖ヤコブが頭に乗せたという伝承や、少なくともアイルランドから持ち込まれたとの伝承がある。しかし、 1996年の石のスコットランドへの返還の2年後にイギリス地質調査所による研究調査が行われた結果、この石はスクーン周辺の石切り場で採掘される旧石色砂岩であることが判明し確定している。ウェストミンスター寺院からのスクーンの石の撤去のストーリーは2008年にストーン・オブ・デスティニーという映画になっている。 主役のイアン・ハミルトンをチャーリー・コックスが演じている。イアン・ハミルトン自身も亀を出演している。ありがとうございます。